大正10年、僕らの恋が花開く。君は？私、名をゆずきと申します。玉彦様のお嫁さんになるために、別れ越しました。世界の果てでも、二人なら。失礼します。お背中流します。作っておきました。何をしている？まるで子供だな。僕を好きになりたいだと。僕はこの世の全てを嫌うペシミストだぞ。だって前向きに考えた方が心が楽ですもの。大正乙女おとぎ話、2021年秋放送。私はずっとそばにいます。